数百年前、三千花祭りにとあるもののふが迷い込んだ。どうして人がここに？結界を張ったってのによ、まったく困ったもんさ。祭りの最中、妖怪たちは話し合い、彼を追い払おうとしたが、この時とある声が聞こえた。せっかくの我らが祭り楽しませてやるのが一番だ。妖怪やら人やらを分ける必要はなかろう。それは辛抱熱き妖怪の声だった。彼が口を開くや否や、妖怪たちはピタリと静かになった。おい小僧、いける口か？あ、それなりには。おほう、では我らと共に今夜の共演を楽しんでくれ。こうして大妖怪と侍は共にひとときを楽しんだ。祭りの最後には秋津羽遊びで思い切り勝負して引き分けとなり、深い友情を築いたのだ。これは驚いた。ひとごときが我の動きについてこられるとは。千変万化の妖力を拝見できて、自分も剣術の糧を得た。刀が得意か？自分はより強い相手を求めて各地を旅しているでござる。ではこういうのはどうだ。これから10年ごとにここで勝負するのだ。楽しみでござるな。